あいよ、久々のあかねちゃんやで、同じく琴ノ葉葵です。今回はなんとなく面白そうだなって思ったデジディアファイナルファンタジー MT を実況していくで、ちなみにこのゲームをプレイしてまだ3日しか経ってないからガバガバなプレイングには目をつぶってね。お姉ちゃん、そこは悪いところを指摘してもらう精神で投稿するんでしょ。せやな。さーて、開幕は画量転生で傾向。ヘピーの仕事はシュートの護衛ってバッチャが言ってた。すいません、すでにキーダがテフカに接近してますけど。テフカさん、お姉ちゃん。まあ開幕突進してシュートを狙いに来るスピードもいることを考えた方がいいかもね。というかさっきのキーダの HP 攻撃、パッと見カットできなさそうなんだけど、どうなんやろ。ってそこのキーダさん、テフカばっか見ないでこっちも見てよ。だけど開幕テフカさんに HP 攻撃当たってるし、ヘイトはあっちに集まるだろうね。ここで地上前ブレイブ列襲。残念、ギリギリ届きませんでした。というか狙うんならエースの方を狙えばよかったなって。さあ、デコは終わりに行くよ。なんか敵コアの近くにいたのにスルーしてるから美味しくいただいていくね。ケッカさんの戦闘不能になっちゃってるんですが、それはうん、申し訳ない話。この状況だと私完全にフリーだったから、コア割り優先した方がいいと思いました。それに今は手に2つ引いてるから、その隙に味方が何とかしてくれるはず。フィーダは吹っ飛ばせたけど、エースの攻撃当たっちゃったね。あ、こういう場合でも攻撃は当たるもんなのね。ちゃんと受け見せなあかんな。とここでスキルが溜まる。とりあえずリミットブレイクしておこうかな。おっと、クライドの真下に来たら衝撃波が飛んできますよ。ここで味方のノクティスさんがバンを撃破。少しずつ有利になってきてるよ。このピーダ絶対目を離したらまたケッカさんとこ行くだろうから、ここで抑えなきゃ。というかそのお片隅隣にいるんですけどね。おお、ちょっと予想通りシュート見つけたら突撃するんやな。さて、いい感じにブレイブが溜まり、美味しそうな獲物攻撃はどこかで吐いておきたいところ。エース狙ったつもりがバンになっちゃったけど結果オーライ。ちなみにサチーマシマシになったピーダが接近してきています。気持ちはわかる。あんだけしつこく狙われたら私もこうなる。おっと、ここでノクティスさんがシフトを使い HP 攻撃を狙うも外れる。そしてマイストのつもりが HP リズムをかけてしまう。操作ミスでもこれはない。とりあえずお願いぶっぱの気を切り、それで当たれば楽なんですけどね。てこの状況で下ブレってやばくないと言いつつ、ブレイブを当てていくとはさすをね。当たってくださいお願いします。なんか変な当たり方したけど、ナイスアタック。よしよし、とりあえず今度こそマイスト発動。ピーダダウンしてるし召喚ワンチャンいける。ノクティスさんが動けないっぽいね。残念、無理っぽいなら仕方ない。マイスト乗ってるし、強気に攻めていくで。と、ここでなかなか美味しいやつが決まっていく。おっしゃ、これで召喚衆呼べるやろ。やっぱヘビーはワンチャンで相手を持っていけるのが魅力的やで。さてさて、エースかバンのどっちにしようかなっと。よし、近くにいるバンをノクティスさんと一緒に落とそうかな。メルトクリムゾンでめちゃくちゃ拒否してきますね。まあまあ、私があのような攻め切り。まあ、まだ初めて日が経ってないし、ご操作も仕方ないって。せやだ。さて、お顔真っ赤になりながらバンを追いかけていく。動きから見てもわかるくらい立ち回りがガバガバすぎて可愛いんだけど。とどめのチャンスなんで、強切りをつけどリミブで切れてる。当たってくださいお願いします。はあ、甘えた強切りでもなんとか当たるもんなんやなって。今はランク的に甘えてていいと思うけど、できるだけちゃんと考えて動くようにね、お姉ちゃん。さて、お次の相手はウォーリアオブライトに皇帝ミスコール。お味方はクジャとスコールやな。スコール人気なんかな。私もスコール触ったんやけど使いこなせへんかった。スコール難しいらしい。スピード使うなら最初はカインって聞いたよ。と言いますか、スピードって前払なあかんやろうから何でも難しそうやけどな。そういえば勘違いしてたんやけど、クジャってシュートじゃなくてスピードなんやなって。ちゃんと把握しておこうよお姉ちゃん。チェクトとかコルベーザとか見た目でタイプとか判断しちゃダメだね。うん、クジャさん押されてるし援護に行かな。ちょっと横から失礼します。残念、その体験が2を切る。角度が足りないのか、踏み込みが甘いのか。というか、ためればイレクトンは上がるっぽいけど、移動距離とかってどうなんやろ。浮き調べだけど移動距離は上がんないっぽいね。残念。じゃあ小回り行ってきます。そっか、でも移動距離上がったらリミブレしてからのダム攻撃があかんことになりそうやしな。でも一つやけど、小回りの優先度ってどんくらいなんやろな。優先度っていうか、狙える人がしっかり狙う感じだと思うよ。ただキャラによってやりやすさとかはあるだろうけどね。よしよし、クジャ助けたついでに HP 攻撃も当てれて私満足。なかなか変な当たり方だったけどね。念のため画量転生置いて周りを見ておこうと思ったけど、スコールがこっちに迫ってきてるなぁ。ワンチャンデッパで取れる。本当に取れちゃってる。さて次はどうしようかなぁと。あ、ウォーリアオブライトが HP 攻撃振ってるし、後ずったらな。うん、それにしても初代主人公の名前は長い。ライトって言ったらお姉さんと被るし、名前の頭文字を取って WOL。 ウォルで行こう。うっしょ、今回は調子がいいからこの調子で行くで。見事にステップ見られてますねこれは。ああ、うん、反射的にステップじゃなくてガードが出せるように頑張らな。あ、ごめんなスコールさん、吹っ飛ばしてしまうた。まあまあ、HP 攻撃合わせてたわけじゃないんだし。お、今度はこっちが攻撃合わせれるっぽい。うっしょ、
このまま HP 攻撃って思ったけど、無敵になってた。あとさっきから、HP 攻撃の判定おかしかったり、家庭パンゲーム特有のラグは仕方ないよお姉さん。なら、甘えたスタブレミ皇帝の HP 攻撃が刺さってやらかすお姉さん。あ、ちょっと待って待って待って。皇帝の HP 攻撃危ないし、ブレイブで拘束されてるしで一回落ち着きたい。敵の皇帝がなかなか暴れてるね。どこかで抑えておきたいところ。これスコールで人出せたし召喚いけるんちゃうんか。よし、ちょっとダメだったけど召喚できたから問題なしやで。そして都合よく秩父で溜まった。早くどこかで当てておきたいところだけど、よく出しちんと敵のブレイブで駆られてブレイブ健常ダミーにならないように。いや、途中止めやめて。胴体を恐れたわかんないから、とりあえずリングレスと奇襲の強火だけでもしておこうかな。デスコールさん囲まれとるやん。やばいやん。お姉さんがラスキル対象になっちゃったね。慎重に立ち回ろうねー。とりあえずスコールに HP 攻撃なってたけど、ミリ残ってしまうかなー。スコール倒したとしても、あと一人倒さなあかんよなー。できれば少し削れてるモルを狙いたいけど、ダイマイとかで勝てるか自信ない。こんなこと言ってる間に後ろから閉じされてますが、スコールさんがあと隙を買ってくれたから実質問題ないから、スコールさんと一緒にモルを倒そう。あ、なんか皇帝がこっちに来たから自衛しよう。あ、これ HP 攻撃で一気に削り切れるなーあいつ。ブレイブダメージ1000とブレイブボーナス1000で一気に血しぶれまで持っていったね。というかあそこから持っていけるってすごいなぁ。マイスト乗せてなかったらああ花ん買ったやろうけど、ひとまず今回はここまでかな。お疲れお姉ちゃん。ここまで視聴ありがとうな。次回もよろしくやで。というか次回ってあるんやろうかな。してるそれは中の人の気分次第。相変わらず友人不断なんやなぁって。